今日はね、いろんな話題がありまして。そうなんですよね。はい。美穂子さん、今日はですね、こちら、東京の代々木のスタジオ、ビビットからもですね、ハワイに関連する話題をお届けしたいと思います。わー、楽しみです。よろしくお願いします。7月7日公開の映画、プリンセス・カイ・ウラニ。この映画は、ハワイの王朝、最後のプリンセス、ビクトリア・カイ・ウラニの物語で、彼女の波乱に満ちた生涯が実話に基づいて描かれている、ハワイファン必見の作品ということで、はい、こちらには映画プリンセスカイウラニの宣伝を担当されていますアニープラネットの松野園子さんにお越しいただきました。よろしくお願いします。松野さん、よろしくお願いします。松野園子と申します。お願いします。非常に興味深く拝見をさせていただきました、うん、はい、ありがとうございます、プリンセスカイウラニ、うん、まずは簡単にストーリーを松野さんから教え願いますか。はい、はい、ストーリー、まず、ハワイ王朝第7代国王カラカウアの妹とスコットランド人男性、うん、アーチボルトとの間で生まれたカイウラニは美しく聡明なプリンセスとして養育されます、うん、が13歳の時反王政派によるクーデターが起きまして、うん、父親とともにイギリスへ逃れます、うん、イギリスでは父の居留であるデイビーズ氏の家に身を寄せ、学校や社交界で人種差別に直面しながらも、うん、デイビーズ氏の息子クライブとその妹アリスに支えられて日々を過ごします、うん、でそしてカイウラニとクライブが深く愛し合うようになるんですけども、うん、ある日カラカウア王が死去し、妹のリリオカラニが女王に即位、カイウラニを王位継承権第1位に指名するという知らせが入ります、うん、でさらにその後王政転覆を狙っていたサーストンやドールといった白人資本家の画策によって王政が崩壊、うん、アメリカ軍によるハワイ国民の虐殺といった事件が起きます、うん、でそれを知ったカイウラニはクライブとの別れを決め、アメリカ大統領クリーブランドに反王政派を支持しないよう要請するためワシントンに向かい、うん、でここから彼女の祖国と国民を守るための戦いが始まるといった内容でございます。カイウラニが、本当にカイウラニが年頃の女性なんですけどもね、王女として強く成長していく姿というのは圧巻でしたね。はい、まだ若いんですけどね。ねえ、美穂子さん、はい、カラカウアとかカイウラニとかっていうのは、はい、地名だったり通りの名前だったりとかで耳にしますけども、やっぱ歴史があるんですよね。そうですね、本当に素敵なプリンセスだったんですね。ねえ、最後のプリンセスということでね、カイウラニがこうやって出てきますけれども、はい、うん、やっぱりこうハワイの皆さんでもそのカイウラニに関しては思いはやっぱり一つ深いものあるんですかね、美穂子さん。そうですよね、今ねおっしゃってた通り、ハワイ王朝最後のプリンセスとして、うん、そして、まあ、悲劇のプリンセスとも言われてしまってますけれども、ね、うん、とっても今イオラニ宮殿とかで残ってる彼女の写真、うん、見ると本当に美しい女性だったなって、うん、お写真を見て思いました。まず思ったのが、松野さん、はい、カラカウア王のお顔が実際のお写真と見比べても非常に似てらっしゃるというところ、はい、ここはびっくりしましたね。びっくり、私もびっくりしました、はい、カラカウア王とあとその妹のリリオカラニ2人とも本人にそっくりだってことで、うん、社会とかでも評判でした、うん、あれ、ね、俳優さんでらっしゃるんですか。あ、そうなんです。あ、でもこのカラカウア王を演じたオシャン・カオリさんっていうのは、うん、ハワイアンミュージシャンとしても有名な方で、はい、なのでハワイ好きの方ご覧になったらおっと思うかもしれないです。そういう方なんですね。なんかそういうのもあるから物語によりぐっと引き込まれる、うん、ね、リアリティが出るというかね。そうですよね、このポスターにもねキャッチコピーがありまして、はい、ハワイ最後の王朝に国民から愛された若く美しい王女がいたというコピーがあるんですけれども、うん、この映画の見どころというのを改めて松野さん、はい、なところでしょうか。そうですね、見どころはやっぱりこのコピーの通り、カイウラニ王女の存在とそしてその生涯に光を当てているっていうところだと思います、うん、日本って本当にハワイが好きとかハワイ旅行よく行くよって方本当にたくさんいらっしゃると思うんですけれども、うん、そういった中でもカイウラニっていう王女の存在とハワイが危機を乗り越えてきたっていう歴史、うんうん、ご存知の方、まあ、もちろんいらっしゃると思うんですけど、まだまだ少ないと思うんですね、うん、なのでそういうハワイのパラダイスとかリゾートっていう面だけじゃ
ゃなくて、うん、もっと深いところとかその魅力を本作をきっかけにたくさんの人に知っていただきたいと思います。そうですよ ね, ね私も全然こうハワイにこう今でもこう触れさせていただいたり、あの旅行で行かせてもらったりしてるんですけど、やっぱりその深い歴史というかは全然知らなかったので、はい、この映画を見てさらにあそういうこともあったんだっていう勉強にもなりましたね。よかったです、ありがとうございます。すごくなりました。美穂さん、はい、こういうまた歴史があったからこそ、うん、ハワイの皆さんが自然を愛するとか、うん、そういう気持ちの部分っていうのが、はい、出てきたっていうのはね、はい、受け継がれてるというのはこう歴史にあるんですね。やっぱ感じますか？そうですね、素敵なことですよね。この映画ですけども我々もねもちろん見せていただいたんですけれども、うん、やっぱりこのプリンセスカイウラニーがいたことでハワイの先住民の皆さんですか、はい、こういう皆さんに、選挙権が与えられたとか、はい、まあ、これはね、まあ、いろんな書物だったりとかインターネットとかで調べれば分かることでもあるんですけれども、はい、こういうきっかけになった人でもあったんですね。そうなんですね、はい、この白人資本家っていう反王政派がもうどんどん権利を持ってっちゃって土地とか持ってっちゃってる状況だったんですね当時。でそこででももともと住んでいた人たちの土地が奪われていくっていう、それを何とかしようっていう風に、そうですね、動いた方ですね。でも本当にこの王女の功績が大きいかなと思います。プリンセスカイウラニがいなかったら今どうなってたんだろう。こうやってね幸せにみんながね各国からハワイに行って、うん、バカンスというのかな、楽しめる島にはなってなかったかもしれないってことですもんね。本当にもう完全にアメリカ化してしまってハワイっていう色が全くなくなっていたかもしれないですよね。そこにこう悪いことばかりじゃなくてこうアメリカだったりとかイギリスだったりとか、はい、まあ、いろんな国々の人々が来ることによって観光地としてこうやって賑やかになったというきっかけでもあるし、だから どちらがこうものすごく悪いとかっていうあれでもなく、それぞれの正義を持ってね、はい、うん、行われた歴史でもあるって深いんですよね。そうですね、アメリカに併合されることによってきっと守られたところもあると思う。もうあったんでしょうね、やっぱりね、はい、松野さんの一押しの注目シーンなんていうのはありますか、ね、どういうところに目をつけられたんだろう、はい、そうですね、はい、もちろんこうハワイとイギリスの綺麗な景色が楽しめるシーンっていうのもおすすめなんですけれども、うん、私が一押しだと思うのは、カイウラニがアメリカに渡って、こうその時ニューヨークの港で記者団が待ち受けてるんですけども、その人たちに向かってスピーチをするシーンですね。で初めは用意されていた原稿を読もうとするんですけれど、途中からもうそれを畳んでしまって、カイウラニが自分自身の言葉で話し始めるっていうところで、この話している内容が実際カイウラニ王女がスピーチで話した内容をそのまま伝えているんですけれども、その当時その王女の洗練された態度ですとか美しさによってそれまであった野蛮なプリンスがやってくるっていう前評判をひっくり返しちゃったっていう出来事なので、そういう大きなスピーチを再現したシーンなのでぜひご注目いただきたいと思います。すごいいいシーンだった、自分の言葉でもストレートに、ね、もう一個あるんですけど、このスピーチの後あのアメリカ大統領夫人にカイウラニがランチに招かれてます、そこでクリーブランド大統領も同席するんですけれども、それあんまり好きじゃないランチの席で政治の話だとマナー違反になっちゃう、でもカイウラニはランチでできたお料理とスパイスをうまく使って今の置かれているハワイの状況をうまく大統領に伝えるっていう、そこがカイウラニの起点とか聡明さがすごいよく表れている場面だと思うので、ぜひこちらもご注目いただきたいシーンとなっております。いやいいとこさすがつきますね、松野さん、ね、美穂さん、はい、このプリンセスカイウラニという映画なんですけども、ハワイではどういうこう評判というか、ハワイではハワイ国際映画祭で既にはい、はい、出展作品として公開されておりまして、ハワイでもとっても話題を呼んだ人気の映画でした。なんとその、 国際期間中に追加チケットなど発行になって、で実際にはその会場でその追加チケットを購入される方が、列を作られたというお話も聞いています。だからハワイにいる皆さんもやっぱりこういう歴史っていうのはもう何世代にもわたってね、ね、来てますから、
そういう皆さんも改めて知りたいという欲求もあったんでしょうね、美代子さん。はい、あのハワイに住んでいても結構、うん、私もそうですけれども長年ここに住ませていただいても、うん、歴史に触れる機会って結構少なかったりするので、うん、こういった映画を通じていろいろな歴史を学べることはとても素晴らしいことだと思います。 ありがとうございます、ね、え美代子さんももう本当に太鼓判ですよ。ねえ、ハワイの皆さんももうこぞって見たというプリンセスカイウラに、はい、ねえ、さあ最後になりますけども松野さんからリスナーの皆さんにメッセージをいただけますか。はい、映画プリンセスカイウラに7月7日土曜日より新宿武蔵野館ほか全国順次ロードショーです。国民から愛されたハワイ最後のプリンセスカイウラにの祖国を守るための戦い、そして命懸けの恋の物語、ぜひ劇場でご覧ください。はい、ありがとうございます。お話を伺ったのは映画プリンセスカイウラニの宣伝担当をされていますアニープラネットの松野園子さんでした。ありがとうございました。松野さん、ありがとうございました。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 いや、美代子さん、このプリンセスカイウラニというね、うん、はい、映画これ一つ注目ですし、そのカイウラニとそのクライブとの恋愛のシーンなんていうのは、ちょっとしたフランス映画のようなね、結構な長い尺を取ってね、見せてくれるね。そういうの美代子さんお好きですもんね、はい、私も好きなんですが、さすが、ね、よくご存知です。ぜひそういう部分もね含めて映画チェックしていただきたいと思います。はい、ホノルルのラジオケーズ白木屋スタジオの DJ 美代子さんも本当に今日もありがとうございました。ありがとうございました。また来週もよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。以上 100% ハワイ from ホノルルラジオケーズでした。Fuji Sunday in the Park 100% Hawaii from Honolulu Radio KZ 100% Hawaii from Honolulu Radio KZ